流行り V ダグヘッドスタイリストのさっこです。今回は柑橘の爽やかな香りを楽しめるクラフトコーラをご紹介します。今回使う材料はこちら、詳しくは概要欄をご覧ください。今回柑橘はレモンと金柑をご用意しました。では早速作っていきましょう。では鍋に材料を合わせていきます。まず最初にお水、グラニュー糖、スパイス、すべて入れたら中火にかけます。火にかけたら軽く混ぜます。中火で10分ほど煮出します。では10分煮立たせたので柑橘を入れていきます。あとはこれで軽く混ぜて一煮立てさせたら火を止めて粗熱を取ります。ではこちらのシロップ、粗熱が取れたのでコーラを仕上げていきます。今回はこちらの丸氷をよいしょ用意しました。こういうのあるとねテンション上がりますよね。ぜひ作ってみてください。こちらのじゃあ丸氷を入れていきます。次にスライスレモン入れます。シロップとソーダは1対1で割ってください。ちょっとこうスパイスもね入ったりするとクラフト感が出ますよ。軽く混ぜてください。これでクラフトコーラの完成です。ではクラフトコーラ完成しました。季節の柑橘を変えてみて、また皆さん楽しんでみてください。次回もお楽しみに。